はい、どうも、光るマシュマロのマロでーす。今日はゼルダの続きやっていきたいと思います。前回ですね、確か、そう、水の神獣を倒しましょうっちゅう話になってたんですよ。そう。で、まあ、だいぶ動画が長くなっちゃったんで、水の神獣ちょっとまあ倒しに行く手前まで、で終わっちゃったところかな。なんだっけな、なんかおじいちゃんになんかもらうみたいなこと話してた気がするんだけど、全然覚えてない。そう、最近ね、あ、おった、おじいちゃん、ムズリ、そう、ムズリにね、武器かなんかもらう話をしてたところだったと思うんですけど、ムー、こんなところまで来たぞらか、お前に用はない。ムズリは聞いてくれ。お前に黙っていたことがある。本人を前にして言うのもなんだが、リンクこそミファ姉さんの思い人だったのだぞ。なるほど。俺はその頃まだ小さかったから分からなかったのだが、父上からは何度も姉上がリンクのことを思っていたという話を聞かされていた。なんな？ショックだねー。そんな作り話を簡単に信じるムズリではございませぬぞ。ミファ様がこのようなハイリア人を思うわけがございませぬ。現にこやつは何も覚えても、 まあそれはしょうがないじゃん。ミファ様の像を見ても何も。本当だムズリ、お前は知らんだろうが。何か思い出すか、リンク。お、来たね。これは水の神獣ですね。こうしてると出会った頃のことを思い出すね。あなたはまだ子供で、無茶してすぐに怪我をして、その度私はこうしてあなたを治してた。治癒の力があるんだ。ハイリア人のあなたは気がついたら私よりも大人になっちゃってたけど、私あなたの傷を治してあげられるの嬉しかった。恋ですね、恋。するかもっていう厄災ガノンはどんな相手なのか、どういう戦いになるのか、詳しいことはまだわからない。でもどんなに過酷な戦いになったとしても、みんながあなたが傷ついてしまった時は私が治す。何度でもどんな怪我でも私はあなたを守りたいから。厄災ガノンとの戦いが終わったら、そうしたら子供の頃みたいにまたここへ遊びに来てくれる？完全にリンクのことが好きだね、ミファーは。さあ、思い出しましたね。生まれたての稚魚みたいにフラフラと。どうした？ミファーを思い出した。なんな、バカにするな、ハリア人。それは都合よくね、思い出したりするわけないよね。とにかくこのムズリ、確たる証拠がなければ断じて信じぬ。証拠があるというなら見せてみるぞら。証明できれば電気の矢を集める方法でも何でも教えてやる。ゾーラの鎧ね。
あ、サイズがぴったり、そこで気づくんだ。おう。へい。さあ、電気の矢ですね。電気の矢をどうやったらたくさん手に入るか教えてくれるんですね。まだ言っとる。早く教えて。うん、仕方ありませぬ。一度吐いた泡には責任を持ちます。ああ、一度吐いた泡って言うんだ。たんまり手に入る場所。はい、ありがとうございます。雷獣山、その先端の試しの岬、恐ろしい奴が住み着いている。わしらゾーラが食らえばひとたまりもない電気の矢を次々と放ってくる恐ろしい魔物。お、そうか、獣人ライネルか。電気の矢を使う魔物、電気の矢を奪う。凶暴だがリンクならなんとかなる。真珠を沈めるには電気の矢が20本以上は必要。それを集めてくるというところですね。早速行動開始だ。了解です。ゾーラの鎧で滝壺まで泳いで一気に滝登り、20本以上集まったら来ると。うん、わかりました。この激流にももう耐えれるわけだね、この鎧があると。すごい鎧だね。どういう行動してんだろうね。これ鎧着ただけでこんな滝が登れるかね。さあ来ました。いるね。あいつか、強そうだな。わお、最悪。これは見つからないように行った方がいいですよ。死んだ。どっから撃ってきたよ君。まあまあ食らったね。やば、あぶね。かすめただけでこんなに。うわ、上から来た。難しいな。とりあえず雷耐性飲んどこう。と雷耐性飲んで、でちょっと体力を回復しといて、 OK、 満タン。そしてもう一発目から爆弾の矢、電気の矢、氷の矢かなんか。熱いものには絶大なか、冷たいものにはでしょ。雷に対してなんか効果的なもんないのかな。さあ氷の矢を打ち込め。あー、そんなに食らわない。うわー、強っ。どうしようかな。近接戦に持ち込んだ方が良さそうだね。盾と、ガーディアンでいこう。うわー、一撃だ。強すぎ。さあ雷飲んで装備を変えて、こっちの方がいいか。で雷飲んで、で体力はとりあえずマックスにした状態で、さあ行こうか。さあ気づかれましたと。早いね。
ラッシュ。いけ。うわ、強っ。強すぎでしょう。ちょっと待てよ。これはまだ倒さなくてもいいのかな、こいつは。うわ、何今の。ラッシュで、全然下がってたんだ。これさ、やっぱ戦うべきじゃなかった、この相手。隠れて雷の矢だけもらって帰る感じか。いやでもそれじゃあな。なんだなんだ。何？消えた。消えたね。おっと。うわ。いや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 。ん？なんで消えたんだ今一瞬。今戦うべき相手じゃないの。あれ、自分で食ってるか食ってるか。うわ、危ない。もっとギリギリ。壊れちゃったんだよね。武器がもったいないんだよな、このままいくと。もったいないというかね、もう武器があんまりないっていうね。これいこっか、ズワラの体験。うわ、そう、一回ミスるともう致命傷なんだよね。よし、うわミスった。ラッシュラッシュ。うわっ、シールド壊れちゃった。危ない。今のは危ないぞ。今のモーションは危ない。
やばそうなの。ついてきた。あー、うおお、何個もいけるの。うわー、これしかも火が。うわっと、マジか、強いな。ただまあまあだいぶ来たぞ。だいぶ来たけど、なんか今戦う相手じゃなさそうな感じがしちゃうけどね。キノコと攻撃力が上がるやつ。この体験壊れたらでも結構やばいね。うわ、まだ持ってくれよ体験。おっと、それはまずい。ラッシュかまそう。全然食らってない。体験が壊れそうだってなったらもう本当に終わるな。オッケー、ラッシュかましてこう。うん、ゾーラの体験壊れそうだって出ましたね。まずいねこれは。おっと、結構やばいよ。オッケー、さあゾーラの体験が、あ、これだ。よっしゃー、どうしようか、武器を。一番このうわっ、結構慣れてきちゃった、慣れてきたと思ってたんだけどね。完全回復プラスハート3個。 OK、 これにしよう。立ち上がれ。 OK、うわー、盾も壊れそう。うん、もうちょっとギリギリ。うわー、壊れた。やばい、盾がない、どうしよう。これは厄介だぞ。やばい、これは勝ちたい。もうあとちょっとだもんね。よし、ダッシュいける。やばよっ。 OK、 ラッシュ決め込んで。あれ、いけた、いけた、よし、倒せた。やば、やばい武器手に入るでしょこれ。すげえ。ライネルの剣と天気の矢10本、ライネルの角、ライネルの蹄、あ、盾いいねー、と弓。あれ、ちょっと待てよ、やっぱ殺しちゃダメだったのかな。まだここで殺すべき相手ではなかったのかな。だって雷の矢はさ、集まりきってないよね。あいつに雷の矢撃たせて、その雷の矢を回収しないといけなかった。こういうの、こういうので、電気の矢まずいよねそれは。どうしよう、集まるかな20本。さあ
電気の矢が今何本だ？21本集まったね。でもなんか電気の矢効果だからもうちょっと欲しいな。あとまあ上まで来たんでついでにもうちょっと上まで行っちゃいますか。いっぱい集まったな。なんだこれは。ほい、調べる。ゾーラの戦士、貯水湖へ飛び込みその勇気を示せ。貯水湖でもさ、いるよねやっぱりマンモスが。これはちょっと先に、あ、でも新順どころだからもうこれ飛び込んじゃっていいのかな。あー、飛び込めなかった。さあ電気の矢が見つかって、こっから OK。 さあ貯水湖に戻ってきましたと。 OK、 はい、シドさん